はいどうも、おばんです。ズケです。ということで今回の可愛い子を紹介したいと思うんですけど、北海道出身の、まあ、モデルっていうような売り方で活動されている方で、孫亜美さんっていう名前なんですけど、日本と韓国のハーフの女の子で、北海道の札幌市出身と。正直活動、どんな活動してるかっていうのをチュロスっていう所属事務所のその経歴、活動歴みたいのを見ても本当にちょこっとしか載ってなかったんで、活動してることをあんまり見れない感じなのかなと、まだまだ見れない感じの方なのかなと思ったんですけど、まあインスタグラムとね、 TikTok、Twitter をやってまして、ちょっと見てたんですけど、インスタグラムの投稿頻度がやっぱり一番高くて、ストーリーとかだったら結構まあほぼ毎日ぐらい何かしらのストーリーが上がってたりとか、まあ写真が上がってたりとか、この子めちゃめちゃ可愛いな、活動追いたいとか、もっと可愛い写真見たいとかだったら、インスタグラムの方をフォローしていただけるとかなり見れるかなと思います。